おお。バット振ったからかもマジで。この練習器具、ベスコンスイングバット。この左足の前でこう鳴らす。どう？オーバースイング本当なくなるかもこれ。でめっちゃ綺麗。これ振っただけなのに。今ちょうど打ってるぐらい。そうだね。なんかあれだったのかな。トラブっちゃったのか。いやー、ツボン狙ってたとか。ああ、そうか。そうか。ああ、池越えか。そうか、そうだね。あ、池越え、うん、そう。大丈夫。ありがとうございます。バンカーとバンカーじゃないと全然違うから。違いますね。何番？7番。7番。7と9持ってます。結構きついですね。きついかもね。最近多分今280ぐらいなんですけど、9番だと残り180残っちゃう。監督。ナナ。ナイス。いけるじゃん、全然余裕で。全然余裕できたね。いけたよ。ありがとうございます。ナイス。左足上がりだから上がったじゃん。そうだね。ああ、そうですね。上手に。私だったら手打ちになってトップしたみたいな。ああ。8番アイアンで刻みます。池まで170ヤードなんで。そうやばいですよ。打てない。もう池しか見えなくなっちゃう。ただのこういう。優しいですよ。うん。池さんが150ヤード何番ぐらい？こういう？こういう感。同じぐらい。でもね、ランが出て150とかだから、7番ウッドとかで打っちゃう。そういう時前に行きあると結構きつい。ですよね。みのちゃんみたいな高くさ打てないし止まんないから仕方なしで打つって感じだね。みのちゃんなんか、高くポンってやるよ。なんかこうグーみたいな感じです。そう、かっこいいよね。なんか弾道がね。残りちょうど100ヤードですか。2度で行きます。なんかこうすごい投げる。やられるクラブ。
上げてた上げてました。上げてたね。ちょっと上げてるとは思ってたけど、ちょっと調整しすぎちゃいました。うまい。これをぜひ後半でも言うようになったね。今止まったもんなんか上でね。なかなかやってくれないから。ここでもいいから乗っとけばよかったですね。2だと120になっちゃうっていう。今ね、押さえて打ったのよ。あ、押さえて打った。52だと110飛んじゃうからさ。あ、100のイメージで押さえたら、押さえたら風が結構上げてた。なるほどね。ピョンって言ったの。うん、陸に一回上がったの。上がったね。すごい跳ねるとこまで行くな。ゆっくりくる、追いかけてくる、追いかけてくる。スイミーみたいな。すごい、追いかけてきてる。追いかけてきてる。追いかけてる。みんな来ちゃったよ。すごい、出てきてる。スイミーのペットみたい。おいでおいで。おいでおいで。サザエさん。サザエさん。なかなか大きな勘違いだよね。すごい。誰も気づかない。かわいそうだね。諦めた諦めた。諦めた。なんだよってなんだよって。なんか監督がやべ。やばい人になってます。来なかった。もうバレちゃってるよ。監督のジャッジが良かったって言ってました。監督のジャッジ。私は何もしてない。気だるそうにカートに座って見てる。分かんないことあったら聞いて。判断に困ったらじゃないかな。多分分かんないことはないと思う。お願いします。判断に困った。背中押すから。かっこいい。かっこいい。お、ナイス。よいしょ。調子上げてきましたね。うん、綺麗。いいですね。ナイス。ありがとうございます。ジメッツの猛チャージで。後半に向けて。すごい。飛んでそうじゃない？多分飛んで。飛んでそうだけど、すごい。右側に最高じゃないですか？コースの方に入ってる。最高最高。ハリアンドコー。打ち上げ入って138なんで7番アイアンでどれかなと思います。ありゃりゃ、うん、やばい。ありがとうございます。すごい。
ちゃんすごい。300ヤードいっちゃったよ。300飛びましたね。150ヤードで58と使います。なんかバンカーで心がけてることとかってあるんですか？バンカーで心がけてることは、まあ、状況にもよるんでちょっとやり方違うんですけど、でもやっぱり全部バンカーも統一して緩まないこと、緩めないこと、うん、振り幅の分を振っていくっていうのを意識してやってます。なんかバンカーだからなんか手前を打たないとみたいな人結構いるんですけど、私的にはなんかこうボールのここの手前を打つ感じで打っていった方がいいと思います。なんか、ちょっと打ってトップしちゃったりとか、うん、しっかり、全身だけ下げて、やっていきます。うまっ。うまいよ。うわー、近く。ナイスアウト。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと全然わかんないレベルだけど。確かにね、手前から爆発させてとかっていうと、はい、本当に手前から行っちゃって、はい、行っちゃうもんね。確かにあんまり考えない方が結果いいかもしれない。いいかな。素晴らしいです。ありがとうございます。すげえ。めっちゃ近いよ。ちょっとあの説明してからのこれはかっこいいっすね。確かに。ちゃんと打てるっていう、うん、素晴らしい。ありがとうございます。説明してるうちにどんどん緊張してきちゃって打てなくなっちゃう。でも緊張しました。ああそう。打ったことちゃんとできるってすごい、うん。ナイス。ナイスです。ナイスバーディー。ありがとうございます。いいね。バーディーは取れます。羨ましい。ナイスです。ナイスバーディーです。ありがとう。見えました？左行っちゃったかな。フェード左向いて、左に打ち出してフェード打つかな。55打ち上げて220ぐらいなので、まあ、まだ届かないので道狙いでグリートできます。ありがとうございます。です。しゅんちゃん、はい、もう間もなく、うんうん、練習ラウンド終わる感じですけど、
この後対決ですが、はい、どうですか。なんか結構両極端な感じが。確かにそうですね。マリナちゃんは伸ばすしけど、今日ちょっと若干左引っ掛けたりとか、うん、狭いんで木に当たっちゃったりとかしてるところが不安要素ではあるかなと思うんですけど、まあ、そこはね、あのフェアウェイとか、まあ、OB しないようにしていけば、まあ、リノちゃんの方がまあ優位なのかなとは、うん、やっぱり飛距離の部分では思います。ただ鈴音ちゃんはやっぱりアプローチもすごい上手なのと、ドライバーもなんか前回よりも飛んでるような、うん、飛んでる感じ、ね、やっぱちょっと練習場で見るのとちょっと違いますね。なんかっていうのもあって、まあ、しっかりペラン内で打てて、あとアプローチで寄せられれば、まあ、結構いい勝負になるんじゃないかなと思います。出ました、はい、ありがとうございます。じゃあ対決、はい、お楽しみって感じです。そうです、お楽しみです。そうです、はい、120ヤード U でいきます。上げてるんでしっかり打ち込んできます。ありがとうございます。はい、ということで前半終わりましたけど、はい、後半はいよいよ対決になります。ですね、はい、放送はあの対決と練習ラウンド逆になってますので、まだ見てない方はちょっと前に投稿放送されてる動画見てください。はい、ということで、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。